おい、いい加減にしろ。それダメな歌だって。ダメかな。ダメなやつだよ。似すぎている、原曲に。そっくりだよ。クリソツである。メロディーが取れている。全く一緒。あねえ、今ディズニーランドが激マブらしいよ。今あのね、入場制限されてるんだって。はい。で、抽選で、うん、その日のなんかその日の入場者がもう制限されてるから、その日の入場のチケットがもうすでに抽選なんだって。なんか1ヶ月ぐらい前に抽選するんだって。はい。でもガラガラなわけさ。乗り放題だ、ほぼ。マジで行く。きったいな。でも今が、うん、普通さ、ディズニーランドってさ、うん、1時間待ち、下手すら3時間待ちとかでしょ。そうだよ。ビッグサンダーマウンテン4時間待ちとか食らったことあるんで。今15分待ちがデフォなの。マジか。行く。行きたい。いや、でもな。でもな。行きたい。でもな。いやー、厳しい。みんな、どう、行ってるのかな。地元民は行くのかな。地元か。まあ、地元民のために。近いからね。シンデレラ城の色を塗り替わったんだって。マジで？ごめん、わかんねえ。適当な知識。なんか色が塗り替わったような、どっかで記事を見たんだよな。どう塗り替わった、綺麗にした。なんかピンクっぽくなったっていう記事をどっかで僕見たんだよね。あ、塗られてない。嘘か。あれ塗られた気がするんだけどな。違う城だよって言われてるぞ。大阪の、あんたの奥さんの地元の USJ、はい、お前マリオブースよ。行きたいなマリオな。そこも、ガラッガランのスッカスカン。入場規制なんだ。あ、もう入場規制されつつ、かつ、マリオブースはもう抽選だから、当日。入れねえんだ。抽選に当たらなかったらもう入れない。そしたらグッズも買いに行けないじゃん。グッズとかなんてもうスッカスカンのガランガランよ。やる意味ねえべ。マリオブースは行きたいな。好きだべ、マリオ。マリオブース。大好きなんだよね。な。帽子売ってるでしょ、マリオの。うん。お、僕マリオ、あなたルイージ。おー、あれはワリオだな。どっちかっていうと。ワリオボなんてねえだろ。ワリオボ売ってるよ、多分。売ってんの。ワリオとワルイージ売ってるでしょ。知ったら買うわ。え、だってあいつら4人でセットじゃないの、今。違うん。ワルイージとか結構はみられてんのかな。あいつら主役のゲームねえべ。いや、あるって。あったよ、あんの。ワリオはゲームボーイから主役になってるって。ワリオはあるよ。ワリオなんでしょ。うん。で、ワルイージは、うん、え、なんかマンションで掃除機持ってなかった。それルイージダメ。ワルイージってないの。いないんじゃない、あいつ。ワルイージダメなんだ。細いからダメなんだね。キャラ立ってないからな、うん、よく骨ダメなんだよ。なんかこっち見てよ。こっち見て言わないでもらいます。骨。